すがマリサさん。はいはい、なんでしょう。マリサさんは縛り実況したいなとか考えてたりしませんか？縛り実況な。足だけでエイペックスするとか、コインを取らずにマリオをクリアするとか、そういうやつだよな。そうです、そういうやつです。見ててワクワクするやつです。なら正直ちょっと興味あるな。なんか普通にゲームするより達成感ありそうだし。そうですよね、そう言ってくれると信じてました。そんな食い気味で言うほどには。ということで今回考えた縛り実況はこれだー。新聞にある言葉だけでゆっくり実況したーい。思ってた縛り実況と違う。ということで、その名の通り新聞に載ってる言葉だけを使って実況しましょう。簡単ですね。いやいや、私が思ってた縛り実況と違うんだけど。足でエイペックスしようよ、足でエイペックス。うるせー、騙されたと思って一度お試しください。やかましいな、クソが。そういえばマリサさんは縛りとかなく普通に突っ込んでくれたらいいからね。じゃあ私は縛り実況ですらねえじゃねえか。いきなりゆっくり霊夢が来るぞ。いきなり来るのは迷惑だからやめな。さらに私は笑いの神様。いやいきなり現れて笑いの神様自称してるヤバい奴がここにいます。皆さん、ずっとスタートだ。どこがだよ、めちゃくちゃ失敗してんじゃねえか。最新の AI 技術を応用したスタート。まだまだ AI が人類に勝てないことが発覚しました。 AI それは希望。マリオカートのスタートダッシュくらい自力で頑張りな。序盤から集中力高め。集中力高めでこの順位行ったそばから被弾してるし、覚悟は良いか。行こう、ベスト9。もっと上目指せや。何現実見ながら目標を決めてんだよ。いや、しかもまた大会になってるし、自分が今何位にいるか分かってる。不吉な番号。確かにマリオカートにおける10には不吉な番号だけども、50狙う新しい私。ようやく頑張る気になりましたか。結果を出した。衝突。やる気出した結果衝突なのダサすぎる。焦らずゆっくり行こう。さっきから意気込みだけはやたらいいんだよな。いや、これ新聞にそういう言葉が多いだけじゃね。認め合いたい。住人の女子アナと。頑張って上位になっても女子アナたちと会話すらできない事実。しっかり暴れたい。どんだけ女子アナ好きなんだよこいつ。日本初、住人の女子アナに心からお詫びの人参いっぱい。変質者だと思われるからしまっとけその人参。試練次々と。せっかく5位まで来てたのに。2周目もご愛好賜りますようよろしくお願い申し上げます。何に対しての礼儀だよ勝手な。全力で高く逆転チャンス。出たよまた意気込みだけのやつ。何回意気込みとか以外で喋ることないの。例えば今回のカートコンセプトとかさ。自動運転の軽自動車。適当なこと言ってんじゃねえぞこら。年式2004、距離25万km。軽自動車の詳細いらないのよ。お前が乗ってるのどう見てもバイクだし。いや、2004年式の軽自動車に自動運転機能がついててたまるか。へへへ、笑ってんじゃねえよマリサ。おだまり。お前ぶっ飛ばすぞ。てかなんだよ私の名前、適当すぎだろ。自分の名前だけじゃなくて私の名前もちゃんと探せや。いや、このだまりのマリ使えたよね。 M&A とか使わないでこっち使えや。へへへ、あ、ダメだ本当に腹立ってきたな。心からお詫び。いや、まあ本当に怒ってるわけではないからいいよ。の人参いっぱい。いらねえよ私は女子アナじゃねえんだぞ。うるさいよ、偏見跳ね返す。女子アナのはお前が言い出した偏見だろうが。3周目はボイコット。2周目の時あんなに丁寧だったのに、ちゃんと最後まで走ろうね。新しい私の能力、透明になることが。能力身につけても結局はどこへ行く。ゴールに決まってんだろバカタレが。意識高い系のゆっくり解説。あ、ダメだ全然関係ないこと喋り始めたらもう終わりです。もっと未来の人のためにゆっくり解説しよう。ゆっくり解説は未来の人たちのことまで考えてするもんじゃねえよ。意識高いな。まあ有益なゆっくり解説も多いけども。あ、今日レース終盤に盛大にミスってんじゃねえよこのド M レーサーが。勝利へ、これから首位越えよ。もうとっくに1位ゴールしてるから無理だよ。奇跡を探ろう。現実を見よう。奇跡がローマ字なのもなんか嫌だし。結果今季最高対8位。団体で8位だし、これで今季最高なら終わってすぎる。非常に残念な結果。うるせえよ。負けても元気届けた。届いてねえよ。はい、ということでどうでしたかマリサさん。はい、全く実況できてませんでした。消えてなくなってください。処罰が重すぎない。まあね、マリサさんならそう言うだろうと思ってましたよ。私ってもしかしてすごくイメージが悪い。そこまで言うならマリサさん、あなたやってみますか。私も新聞に載ってる言葉だけで実況を。政治テロやるわけねえだろ。私にも新聞に載ってる言葉だけで実況やらせろや。まあそこまで言うならいいですよ。お前はノリノリであれな。バシット2戦目、ナンバーワン。うわ、めちゃくちゃやる気満々じゃん。本当はさっきも羨ましくて仕方なかったんでしょ。うるさいよ。私のうるさいを取られた。3、2、1スタート。いや、なんかマリサめちゃくちゃ上手くない。新聞の言葉だと思えないくらい自然だったけど。世界首位狙うスピードで、こだわれ、勝ちに。ほう、うちのマリサ、新聞を通して喋ると性格が変わる。あんたそんなに勝ちに貪欲なキャラじゃなかったでしょうよ。皆様へ、同社さんたちに喋り始めた。穏やかに。皆様は別に声出して応援してないから。記憶力、注意力、集中力、判断力を維持する走り。もしかしてマリオカートを遊びでやってない方？大会とかならまだしももっと気楽にやってもいいと思うけど。うるさいよ。もうその言葉は禁止にしてもらってもよろしくて。やだしじゃねえよ。2位まで来た。だから上手いのやめろって。マリオカートも言葉選びも絶好調かよ。二刀流であります。ケロロニのある将兵現れちゃった。今がチャンス、主演狙うチャンス。めちゃくちゃチャンスなのが伝わりました。一位素直に嬉しい。こういう時素直に喜んでるのは可愛いな。霊夢、私をあがめよ。あ、全然可愛くありませんでした。住人の女子アナをあがめよ。いや、それはあがめるけども。2位返り咲き。順位下がった時にあんまり返り咲くとは言わないけどね。優勝と2位でやるべきことは変わらない。失敗恐れず全力で。熱すぎだろなんだこいつ。一進一退の歴史を作りたい。今から歴史に残るような戦いを繰り広げようとしてくれてるの。それがかえぐいじゃん。
ありがとう。2兆円も持ってる。コイン1枚ね。なんだよこいつ、ちゃんとレースも走ってちゃんと実況もしてちゃんとボケてくるじゃん。もう普段から新聞片手に持って実況しろよ。覚悟は良いか。さすがに冗談だよ。何ちょっとやる気になっちゃってんのよ。オンライン動画配信は結局対応力。それはそうかもだけど、その対応は絶対間違ってるから。緊急なお知らせ。重い展開か。あいつの間にか3位まで落ちてる。来るぞ。逆転チャンス。おお、後ろから青く裏がってる。確かにこれは逆転のチャンスだ。これから集中力高め。いや今までも相当高そうだったけどね。2回り咲き。2回目にして正しい使い方に。これこそ返り咲きだよね。知ってる？応援でパワー上昇。なんかこの人応援を強要してきてるんだけど。が、頑張れー。なんとか逆転。いや私の応援による効果早くね。どこへ行く？私が応援したから赤コーラも当たらなかった。もしかして私の応援ってすごい？お前こそがナンバーワン。なんかベジータみたいなこと言ってる。スピード秀逸。視覚なし。逃げ切り可能。どんだけ自信あるんだよこいつ。これで1位取れなかったら相当恥ずかしいぞ。うるさいよ。それもう禁止って言ったよね。未来に据えて逆らうな。どういう意味？何急に新聞の言葉潜入にして暴言吐いてんの？新聞の言葉を潜入にしていいのはツイッターだけだろ。へへへ。独特私の盗んでんじゃねえよ。もう二度と私のやつ使うなよ。やだし。やだしが一番腹立つんだわ。もう誰でもいいからこいつのこと抜いてくれ。速さで圧倒な。うるせえよ。別に1位は1位だけど圧倒はしてないからな。上位のスピードだからうるせえって。グッドスピード。グッドスピードはなんだよ。2024年ファイナルパワー。おいまだ2024年始まったばっかりだぞ。何ここで最後の力使おうとしてんだ。終了間際抜群の安定感。あんまそういうの自分で言わないからね。第三者に言われてなんぼのセリフだから。優勝決定さよならん。なんだよさよならんって。変な造語つくんな。ゴール。私が最強最高のナンバーワンだ。一回1位になっただけでここまで誇れるのすげえな。はいというわけで。はいというわけでじゃないのよ。お前よりはるかに上手だっただろ。上手だったけどなんか鼻につくのよ。鼻につくってなんだよ。まあそんな負け犬の遠吠えは置いといて。おい、今回の動画はこれで終わりかな。ふっふっふ、甘いわねマリサ。あ、甘いだと？お分かりいただけただろうか。何が？急すぎて何もわからないし、おそらく急じゃなくても何もわからないよ。実は今回の動画、新聞以外から引用された素材が一つだけ存在している。そんなんわかるかー。どの素材だけ仲間外れだったのか少しお考えください。この部分も新聞のやつ使うとかそういうのいらないのよ。正解は、このシーンのハートたち。これかー。いやこれかーじゃないのよ。勝手に何やってんの？このシーンのみ2024年1月号のヤングアニマルの表紙より引用させてもらいました。変なことすんのやめろな。あと一発にモザイクするのもやめろ。健全な青少年のみんなへの配慮です。ならモザイクなしにするべきだろアホか。まあ冷静に考えれば新聞にハートマークが出てくるなんておかしい話ですからね。ちゃんと普段から疑いの目を持って生活してください。騙す奴らが悪いと思います。ということでここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。新聞いっぱい見るの大変でした。登録してくれた君には大吉を。勝手に大吉あげるな。あ、言い忘れてましたが、2024年もよろしくお願いいたします。もう新聞はいいのよ。